そういう多様な生命体験を統一する能力ね、これが自己なんです。それでね、今このあれですね、秀息さんの場合、心識と自己とっていうのは、まあ、全く違うものに考えてるようなあの節があるんだけれど、これは違うんだね。この心識と自己と生命とって、この私が言う3つのものね、これはね、全くたった1つの実物なんです。私がよく言うのは生命の実物、自己の生命の実物っていうか、それで言ってもで、この3つをね、分別するのはその心識の力だ。それからその3つを統一的に見るのは自己の力だ。それからそのように湧き出してくるのは生命の力。これはもう本当にそういう 3つの面なんだね。で一つの実物のおのおのの働きの3つの面、それだからあの私がこう一つの丸こあの書くのはそれなのね。でその3つの面で、これは決して別の別のものじゃない。それからその次2番のあれは、生命は刻々流出と定義されていますが、流出の意味もはっきり規定していただけないでしょうか。例えばエネルギーがいろいろの形を変えるだけで何も新しく流出するものはないとか、生命と流出されるものと2つに分かれてしまうとか、死んだり枯れたりすることは流出という言葉にふさわしくないとか、あやふやする点もあるかと思いますが、私が生命っていうのを流出っていう言葉を言ってるけど、これをまあなんかその規定として、その物足りないっていうか不十分な気がするんだと思う。これに対して片山さんのね、片山さんいらっしゃいますか。片山さんの質問に、自己の生命の実物とは胃、肉体ではないでしょうか。ろ、肉体を持っている生きる力でしょうか。は、脳のことでしょうか。に、話に出ました生命とか心識とか自己とかは、結局自分と思っている肉体とそれが持っている能力のことではないでしょうか。まあこういう質問なんですが、これはね、今私が言う生命の実物っていうのはね、この肉体だけじゃないね。それからまた肉体の持って生きる力でもある。それから脳のことでしょうか、脳の働きでもあるけど、それだけじゃないね。で、話に出ました生命とか心識とか自己とかは、結局自分と思っている肉体と、だから肉体だけじゃないね。それからそれが持っている能力、それが持っている世界ぐるみの能力だ。要するに自分と世界とそれぐるみだから、肉体ぐるみ、心識ぐるみ、あらゆる一切ぐるみだから、一切ぐるみの一切、それをね、だからこれをね、片山さんは力っていうね言葉言われてるけど、これ力でいいんだ。もう力っていうのかしらない。プ
プラトンのソフィステス編っていうのを、まあ私卒業論文の時それを書いたことあった。俺ソフィステス編っていうのはプラトンが存在を定義しようってね、一生懸命苦心してる、あれだけれど研究なんだけれど、結局の話、存在とは力であるってねいう、結びになっていた。これで本当に力っていうのかしょうがないよね。で、あるいはこれヘーゲルなんかの場合は無っていうね、あるいは無っていう、これあれ串に物証ありゃいない無って、あるいは無っていうの、これ無でも無でもいいんだ。これ要するにね、生命の実物っていうのは力でもあり、だから無でもあり無でもあり創造でもあるし、まあこれいろいろ言える。今は私が有質っていう言葉を使ったのは色合いがつかないって、なるべくその動きそのまんまがこう出てくる、こう感じられるようなね、そういう言葉をで流出って湧き出るっていうね言葉を言った。これはまあこんこんと湧き出てくる泉ね、あれをまあ思いながらつけてるわけだけど、大垣ってやったところは水の都だね、こんこんとね水が湧き出てるんだね。ところがアホがあれですね、工場を誘致したり、それで工場でもって水を汲み上げて、そしたら途端にその水脈がポツンと切れて、そしてとうとう水がほとんど出なくなっちゃった。私が知ってるところは2箇所ぐらいしかなくなっちゃったもの。本当はどこのうちでも水が出てたわけですね、こんこんと。でまあ大垣のその水と一緒ごたねしちゃ困るけど、とにかくこんこんと湧き出る泉ね、そういう、つもりでこの生無限に湧き出てくる、これが生命の実物だと。それが生まれるっていう力になっても現れてくる、生きるっていう力になっても現れてくる、死ぬっていう力になっても現れてくるね、定立するっていう力にもなってくる、自覚するっていう力にもなってくる、いろいろですね。で、それじゃあ規定できない、していない、定義していないんだからなんだか物足りない、それは物足りないな、当たり前。これはね、その生命の実物っていうのはね定義できないもん。というのは定義っていうのはね、定義プラス主作っていうね、いうのは定義の定義だ。例えばね、存在っていうの、存在に対して存在の場合にこう2つに分かれるね、精神的なものと物質的なものと、こういうふうに分かれる。そうするとこの物質的なものはっていうと、そのあれですね、精神的なものは空間的広がりがないもの、それに対してこっちは空間的広がりがある、それが主差ですね。それで類概念というのは
これよりも大きい一段上にこう包むものね。でこの広い概念に対してこれじゃないこれだとこういうふうに決めてくるんで、それで初めて定義になる。でその類概念プラス主作、これで上の方が類、上の方が類、下が主ですね。でここが主作で、ところがね、生命っていうのはね、この一番最高類概念だ。一番もうそれ以上広いものはない。あらゆる、だから「う」って言ったの、「う」って言っても「無」と対立する「う」なら、これは主査できるわね。ところが「無」って言っても「う」と対立するんじゃない。「無」と「う」とひっくるめたようなっていう、そういうようなものは定義しようないもの。でだから生命とかね、神とか、その「う」とか「無」とかっていうね、いうこれ「う」と「無」と対立する「う」ならすぐ「無」じゃないとこう言いますよ。ところが「う」って言った時に、まず禅門で言う「う」っていう、あるいは「無」っていう、それはね、この定義しようがない。でこれはね、品字にはなっても主字にはならない。これはそうであるというようなね、品字にはなるけれど、存在はっていって言うことはできないって、こういうことね。だからエミール・ブルンナーっていう、いう人の本に書いてあったね、神はね、百科事典の一項目として出てくるような存在ではないって書いてあった。本当にそうだ。百科事典に出てくるような神はこうであるって、ね、簡単に決めてあるんなら、ほら、それは神じゃない。神様はつまめないもんなんだ。それでつかめない。今私の言う生命の実物っていうのもそうだ。これはつかめないっていうの。うっていうのも無っていうのも、あるいは想像っていうのも力っていうのも、みんなこれのあらゆるものを説明するものにはなるけれど、これはこうってこういうことはできないし、主語にはならない。でここでもね、だから心識っていうね、自分の思いっていうのは限界があるわけですね。思いには限界がある。それで結局は心識が、思いは思いの限界を知って、そして思い以上のもの、それに身を任せてくれましょうね。その絶対事実に変えるのかしょうね。これが奇妙というかね、生命の事実に変える。ナムっていうの、ナムとは奇妙の義っていう、奇妙っていうのは、いうのは自分の本当の命に変えることね。奇妙人実法無下光如来というでしょ。そういう意味でね、全てはもう何から何まで、あらゆる掴みきれない絶対事実ですね。それが絶対事実が絶対事実に返っていく、これが深まっていくって話なんです。本当にね、難しいのはそこだ。でところが宗教っていうのはそういう世界。それからね、その次にまた俊足さんのあれで、なぜ
流出などしてくるのでしょうか。生命がいろいろ消滅させるその意味といったようなものは人間神識などではわからないというほかないでしょうか、というこの流出っていうのはね、今言った流出っていうのは絶対事実であって、それに何らかのね意味付けしたら俺はもう色合いがついちゃうね。その本当に色合いのつかない、それが絶対事実で、ところがね、今いろいろな宗教が宗派的な色合いが持ってくるのはそこで意味付けちゃうから。例えばあのキリスト教が天地創造はでなんかその天地創造のためはの、永遠のねその終末のためにっていうようなことになってくると、それだけキリスト教っていう意味合いができちゃう、ね、意味付けが、でそれがその色付けです。仏教が言うとまた仏教は仏教なりの意味付けをしたら、それで宗派的な色合いができちゃう。でそうじゃないね、全く人間神識で人間の思いで何のその色合いもつけず無色透明というね、でただ流出、ただうただむ、そういうものとしてで、ね、あの受け取ることが大切だと思う。で頃ね、私こんな詩作ったんだ。また例によって詩じゃない詩だ。息の根って、息の根っていうのは息の根を溜めるっていうか、その息の根。真夜中ふと目覚め静かに思う、今している私自身の息の根は一体どれなのか、ぜひともそれをつかもうと。しかしそれは思いでつかめぬまま、ただしているよりほか仕方がない。それはつかめないけれど、今している中に息の根は確かにある。人間最後の最高の知恵は、思いを持って思いの限界を知り、物足りぬまま片付かぬまま、これを絶対事実として知ることではないのか。このように知りたいと思う今の思いの湧き出てくる根源さえも、実は捕まえられぬまま事実として思っているのだから、こういうことね。結局ね、息の根って、これまあ生命とするね、これもね捕まえられる。しかし思うっていうね、これ何かが捕まえようと思う、それさえもね、これまあ絶対事実だ。その思いの根もそれは捕まえられない、これは絶対事実だ。結局その根源的事実は根源的事実、そこへ深まっていこうっていうのね。それをね、いや初めからね、なぜ生きねばならないかって、それはね、事実としてね、その生きてるからなんで、なぜ生きねばなんないかって、その考えるのはへりくつだって、そんなような初めからのね、事実持ち出しちゃいけない。それだったら、もう要するに事実はどこまでも事実として疑っていって、どうしてももうこれ以上疑えないっていうね、絶対実そこだけまで煮詰めたいっていうのがその大切だ。それが人生思考っていうのが、で初めから何事実生きてんだからって、ね、それだったら事実人のものを俺欲しいんだからって人のもの取っちゃうもん、そんなこっちゃだ。で結局どこまでも煮詰めていって、絶対事実まで煮詰めるところ、そしてそういう絶対事実に住み清くなっていくって、これがその真実っていうんですね。それから
その次、その天地いっぱい生永遠の生命について、これは天地いっぱい永遠の生命を自覚する道はどうあるべきでしょうか。これはね、この同様の質問が多かったわけですね。片山さんの一歳分の一歳の自己はどうしたら自覚または自得しうるかというのね。それから小島さんのあれも、その頂上するとは一歳分の一が一歳分の一歳に目覚めることでしょうかってね。まあ、結局小島さん、この頂上って私があれしてるけど、結局一歳分の一の自分が一歳分の一歳を方向としてね向かうっていうことですね。これまあ頂上で、思いを手放すその具体的方法を教えてくださいという。それから清水さんの、清水さんいらっしゃいますか。清水さんの A の質問がそうです、ね、座禅に徹すれば理屈でなしに実感として生き通しの境地を垣間見ることができましょうか。まあそういうこと、まあこれ天地いっぱいのその永遠の生命っていうの、それをまあなんとかその自覚したいっていう、そのあれですがね、これ結局はね、今この何人かの方はもう大体同様の、 問いだと思うんですが、結局人間、今言ったように人間最高の知恵はね、人間心識、自分の思いっていうの、これには限界があるということを人間の思いで知って、そしてその時にね、自分の思いを物差しにしない、この物差しを投げ出して天地いっぱいその永遠の生命っていうけど、人間神識以上のその絶対の力に従っていくようがしょうがない。つまりね、行に身を任せるということだ。それのだから、思いで届かないところは思い以上の絶対事実、これが今座禅ですね。座禅がだからその点一番、そのこれ座禅でもあってもいいし、お念仏であってもいいし、それからキリスト教でいや お祈りであってもいいわけですよ。でただ座禅がいいっていうのはね、お念仏っていうとこう、まあ頭がそのあれですね、遊んでんじゃない。それでところがね、今座禅ってやつはこの姿勢でいくからね、姿勢で頭手放しっていう姿勢なの、それに身を任していくっていう、これを神様って言ってお祈りする場合もこれ人間神識が働きそうだね。それに対して全て手放しってこういう時は、座禅が一番良さそう。これやってみりゃ分かる。それで道元禅師が座禅は仏法の正門なりと、正門って正門だね、言われるけれど、私は 仏道の正門っていうとね、また仏教っていうね、変なものを考えるから、それでそうじゃない、人生の正門って言いたいだから、我々の人生の正門だ。そしてその座禅っていうのはどういうもんかっていうと、思いは頭の分泌物だ。そしてその一切ぐるみで生きる我だ。そして生じは我の
事故の多い命ってさ、私があの言ったけれど、そんなもんそういう座禅だね。でそれじゃあ座禅の時はそれ考えてんですか、それじゃあなんかダメなんだ、それさえも手放し、要するに座禅っていうのはそういうもんだって、初めこう人間神識でよく分かり、そして座禅する時は手放し、こういうことね。でそのまず頭で座禅というものはどういうもんだって分かることは大切ですよ。それでそう分かって座る座禅もほらもう立派な座禅、そしてそういう座禅から今度は反対に引っ張られて、で座禅が座禅する、こういうことね。でだから頭手放しの、小島さんの思いを手放すその具体的方法をお教え願いますって、まあその座禅あの事実組んでご覧になるっていう、これで小島さんで、その次例えば座禅の時絶対確実覚知できないにもかかわらず、そこに天地いっぱいの生命が現状していると言い得る根拠は何でしょうか。これね、その覚知の問題じゃないんだね。そのどうせね、我々生きてる、こうして生きてる限り、あの思っても思わなくても信じても信じなくても絶対事実としてね、これそういう生命の実物で生きてる。でそれとこの生命の実物で私が生きてると同時に、あらゆるこの私の見ている世界を体験して生きてる、あらゆる世界は私が体験することにおいてあるんだし、私はあらゆる世界を体験することにおいて生きてるんだしね、俺もそういう、だからところがその私とこの世界とね、こう分別するのはもうこれ思いがやってる、神識がね。ところがこのその神識を、思い神識をどうせ働かすんならね、結局その全て俺の頭の思いは俺の分泌物なんだなって、そういうふうに分別するわけだね。そして結局一切ぐるみで生きる我なんだから、頭の分泌物に現れている世界なんだからね、俺私は一切ぐるみで生きてるんだということです。で要するにそういう意味で、一切ぐこの座禅の時絶対覚知できないにもかかわらず、そこに天地いっぱいの生命が現状しているという根拠ね。俺は今座禅してるって言ったら、あのこの他の世界は全てやめてんだからね、今ここだけの、ここだ今ここだけが現生の、これだけが世界事実。それで何だキョロキョロやってるって言ったって、いかにも広い世界見てるようだけど、それでもそれだけの世界だ。どうせね、我々あの天地いっぱいのね生命生きてるんですね。どっちどこでも自己切りの自己っていうところ、その中に天地がある。それでだから天地いっぱいの生命で生きてる、それを今座禅はまっすぐやる。清水さんの質問の B に、座禅の最高の境地は不生不滅の事実を悟ることでしょうか。まあ、確かにね、不生不滅です座禅。というのはね、
大体小とか滅とかっていうねのは、自分の思いで分別する。で、今思い手放しっていう時はもう俺その消滅以上なんで、まあ思いである限り俺は小だしだってね、分かる分かる。しかしながら本当は不小の小、不死の死、不滅の滅で、この自分の思いの中だけで区切り取るから話が間違う。そうじゃなくて、思いを手放しっていう時にこれどうせ天地いっぱい不生不滅の生命を生きてるわけですね。だから正法眼蔵の弁道話にね、放てば手に見てる、一他の気は、まあ、ならんやっていう言葉がある。これ頭手放しすら手に見てるんですよ、全て天地いっぱい。で、言ったの気はならんよ、あれだこれだっていうね、そんなもんじゃない、それから串屋秀足さんの最後の質問ね、死んだところから見たら天地いっぱい、真実に生きようと不真実に生きようとどうでもいいとは言えないのでしょうか。要するにね、死んだとこから見ればほらね、この人はよく信用した人だ、 あるいは全然この人はもう道楽ばっかりしてきた人、極道ばっかりしてきた人だって。それだってその死んで灰にしちゃうね、同じ灰だ。それ別にこれは別品の灰、これは土平茶の灰って、そういうもう区別はね。でもうこれ天地いっぱいは天地いっぱいなんだね。それでそうしたらあんなにね、修行するってね、朝早くから起きて座禅してって言ってね、そんな一日中座っててそんなこと しなくたっていいじゃないかってこう考えるじゃない。そこでまたね、土台もになって浮き上がるんだ。これがね、人生最後のいわば渦だ。この渦はなかなか深刻な渦なんです。我々がちょっと考えて分かる渦じゃないと思う。ところが幸いのことにね、これ昔からの本当の宗教に生きた人たちっていうのがそれを乗り越えて実物見本を見せてくれてるんだ。これでありがたいんだね。例えばね、この私が思うのに、なんて言ってもね、道元禅師の座禅、親鸞聖人の念仏、それからキリスト教の聖書に出てくるパウロとかヨハネのね、信仰態度って言った、これはね、なんて言ってもそういう深さを持ってると思う。本当はあれですね、真実に生きようと真実に生きまいとどっちでもいいことなの。ところがそういうどっちでもいいようなそういう深さに向かって生きようと、これ本当に立体構造でしょ。そういう深さね。だから道元禅師の座禅っていうのはね、悟りを開くための座禅じゃない。悟りも迷いもひっくるめた深さの絵向かってただやるって、こういうただやるっていうのは無所得、不可得、そういうね、そこに士官っていうのね、士官ただ。だからどっちへどう転んでも同じであるような深さ、生命の絶対事実そのものへ深まっていく、それが人生の絶対真実なんだっていう、そういうところでね、だからそこの辺の宗教の話とわけが違うんですね。道元禅師の座禅とか親鸞聖人の念仏とかパウロやヨハネの信仰態度っていうものね、
で、その点ね、これは修身や道徳や倫理の話じゃない。それからまた天命介護の迷いを転じて悟りを開く程度の話じゃない。それから合格不合格の話じゃない。要するに一歳分の一の俺の技術技量の話でない。俺も大概の人はそこそこ分かんない。せっかく修行するなら俺が選ぶのなくちゃつまらないとこう思ってんだね。あと死んじゃえね、俺なんか選ぶなくたっていいんだ結局そうじゃない。もう偉くなる偉くならない話じゃない。そういうどっちどころでもどうでもいいんだっていうような深さ、生命の深さ、ただ深まる。そこはね、そのどっちへどう転んでも不生不滅、一歳分の一、どっちどう転んでも一歳分の一歳であるようなその深さへ向かってただするっていう、そういう構造性ですね。私が考えてみるのに、今私が一生かけて一生のあれしてきたのはね、結局そういうどっちどころでも同じっていうような、そういう深さにただやるっていうような深さ、それをの構造性をその言葉ではっきり言い表したかったんだね。この沢木老師はそれは流水って言ったね。それから道元禅師は仁なり恩なり妙なりっていう言葉で言ってる。深い仁なり恩なりってのは遠い、それから妙なりって微妙の妙なね、オーラムの仁なり恩なり妙なり。それでね、それがね本当の人間本来の生命力ってもんだ。この人間本来の生命力っていう、そういう生命力はそういう構造性を持ってる。それで例えばね、これもだからまたか好き勝手なこと言ってると思われてシャクだからこの天候を上げると、道元禅師の学童用人衆の巻四に、行者自身のためを念じて仏法を修すべからず、自分のためね、一歳分の一の自分のため念じてね仏法を修しちゃいけないっていう、妙理のために仏法を修すべからず、これは当たり前だ。それから家宝を得んがために仏法を修すべからず、いい何か家宝を得たいっていうね、やったりとか、それから霊言を得んがために仏法を修すべからず、座禅したら太っ腹になったり、そういう霊言ね、新たかな印があるようにって、そんなんじゃ座禅仏法は修しちゃならない。ただ仏法のために仏法を修す、すなわちこれどうなるかと、このただ仏法のために仏法を修す、仏法っていうのが結局私がいつも言う生命の実物だ、自己の生命の実物だ、自己の生命の実物のために自己の生命の実物を修す、これが生命力と、これを仏性とも言う。でもこれ、まあ道元禅師、これ親鸞上人のカルタモンじゃないけど歎異抄ね、これ歎異抄、まあこれは有名な言葉だ。親鸞に起きてはただ念仏して弥陀に助けられ参らすべしと、良き人の仰せを被りて信ずるほかに別の司祭なきなり。念仏は誠に浄土に生まれる種にてやはんべらん、また地獄におつべき業にてやはんべるらん、そうじてもてる存じせざるないっていうのがあるね。結局この念仏っていうのはいい極楽行くもんだか地獄行くもんだか俺は知らない、ただやるんだ。で親鸞に起きては格のごとしてこの後に出てくる、そういう信仰態度、この信仰態度だけが大切だ。それから
まあ、キリスト教の聖書で引用すれば、あのパウロなんかはたくさんあれがあるけど、まあ、ヨハネ第一章にね、こういうのは、愛というは我ら神を愛せしにあらず、神我らを愛し、その子を遣わして我らの罪のためにならめの供え物となしたまえし、これなり。愛する者よ、格のごとく神我らを愛したまいければ我らもまた互いに愛愛すべし。いまだ神を見し者あらず、我らもし互いに愛せば神我らにいまし、その愛もまた我らに全うせらる。こうあるけれど、要するにね、我々がキリスト教の愛っていうのね、俺が愛するっていうんじゃないんだ。大体よ、我らね、人間っていうのはね、愛する愛し方さえ知らないんだ。全く知らない。ところが神様がその我々罪の人間のために一人をイエスを下したほどに、そして貼り付けに、するためにこの世に送ったほどに、神様は我々を愛してる。だからその愛を我々は初めて知った。それをだから本当は神様を愛したい、愛するわけなんだ。神様って目に見えない。それだから神様の作った我々同士、人間同士、互いに愛する、こういうことね。その中に神の愛はあると、こういうことだ。この場合もね、その結局ね、今の道元禅師とか親鸞聖人とか今のヨハネとか、ここにはね、全く1歳分の1としての俺が働いていないでしょ。全く1歳分の1歳がただ1歳分の1歳に深まる、それだけなで、結局は神様の愛に惹かれ、あるいは阿弥陀さんの保護本願に惹かれ、それで仏法に惹かれる、そこで正すっていう、そういう、これがね、私、人類の今までのその人類が到達してきたね、最高のあり方、生き方だ。でこれはね、私一人でのいくら50年一生懸命やったってここまでは思いつかなかったと思う。ところがそのちゃんとその昔のね、お釈迦さんとかイエス様とかの、あれですね、そういうの実現している人がいるから、それを学ぶことができる。そしてですね、この本当に絶対事実が絶対事実に深まるっていう生き方のね、素晴らしいところは、例えばね、まあ、とんだ大罪を犯して、そしてもうこれから死刑にされようって言って、で牢屋へ送られた人もでも、本当のその人生の真実に目覚めたら、もう本当にそのこの一歳分の一歳のね、そういう深さっていうのに目覚めたら救われる。これお前はダメっていうんじゃないんだ。どっちへどう転んでも、この大罪を犯したっていうんでは、大罪はこの人間社会での大罪だ。本当にどんな大罪であろうと、神様仏さんの目から見たら、どっちへどう転んでもいいんだ。で、まあ、ヒトラーなんてのは、あれだけ世の中ひっかき回して、あれだけそのたくさんの人間死なせたけれど、それでもね、本当に最後にその人生の真実に目覚めて、ああ、どっちもどう転んでもよかったような神様のその愛っていうのを本当に感じたんなら、それでいいんだ。俺はおそらく感じなかったんじゃないかな。それでこれ、
大切なのはそこなんだね。でそういうようなどっちどこ論でも同じであるような絶対事実の深さに深まっていくと、それが人生の真実で、これ岸本さんのね、岸本さんはいらっしゃいますか、はい、あ、岸本さんの、霊魂の不滅についてね問われてるわけですが、先生は未来は神識の中に描かれるだけだと言われるが、先生の肉体がなくなっても、要するに死んでもだ、先生の心は未来霊界に存在すると思うので、霊魂不滅について説明されたい、こういうことなんだけどね。これはね、あの霊魂不滅っていうことが、いわば個人的なね、一歳分の一の個人的霊魂だったら、これはねどうせ一歳分の一の話だから、だからあの不生不滅ってことはありえない。例えばね、この、不生不滅っていうならね、俺、まあ、この世、地球もやがては滅びるだろうし、太陽系も滅びるだろうし、銀河系宇宙も滅びていく時はあるに違いない。ところがそんな時に俺のその霊魂だけがどっか宇宙空間に漂ってたってそんなことはね、そんなの困るわそれでね、その俺の霊魂だけがコロッとね宇宙空間に漂ってるっていうような、そういうもんじゃない。結局その南無阿弥陀仏って言ったらね、この阿弥陀っていうのはね、無量寿無量光っていうね、これ時間でも空間でも、計り知れないっていう、その無量無変っていうもんですね。それでそういう命に変えること、南無阿弥陀仏っていうのは、南無っていうのはさっき言った奇妙、命に変える。で阿弥陀っていうのは無量寿無量光、無下光とも言うけど、その結局無限の命、そこに変える。それからあれですね、だからあの南無阿弥陀仏って言ったら、その時間空間中の自己の生命の中に見てるんだ。あとは普通は自分というものをその時間空間の中の一コマぐらい考えてるでしょ。そうじゃない、本当の自己っていうのは時間空間自己の中の、だそれで初めて一歳分の一歳、そのそれを生だ滅だっていうのは、これを思いの中だけの話だ。思い以上ではこの思っても思わなくてもどっちどう転んでも一歳分の一歳。そしていや私にそう思えなくたっていいんだよ、だからそう決まってんだね。そのならあんたはちっともそのどっちどう転んでもいいんなら、あの台本に檻の中入ってみろって、そんなバカなことは私はしやしない。それでライオンが檻の中入ってわーって言ったら、わー大変って言うじゃないかそれでいいんだ、どうせ生存して生きてる限り生存的その、あのあれが働くもんね、本能が、生存的本能が。で怖い時は怖いんでいいんだ、だけど根本的にはね、私にはそのどっちどう転んでもいいとは思えなくてもいいんだ、それでもどっちどう転んでも同じ、そういうところにこの、はい、の深まっていくっていう話ね。ちょっと一言だけ言いましたかね、はい、この例の質問したことはね、私ブラジルで栄えたのに、ブラジルよく寝て最後に帰りに日本人の赤を落ちて帰ったら幽霊を落ちて帰ったんですわ、
それで私、英文に疑問を持ってんで、こういう質問しました。それで申し訳ございません。先ほど先生はね、渦巻きの話されましたけれども。まあ、ちょっとね、待ってください。これね。東の渦巻きや北巻きの渦巻きが説明ないんで、左は左巻きの渦巻きやった。これだけ言っておきます。はい、これ私も今日満点です。はい、どうも。それでまあ、要するに、禅門でもね、人実法会、これ真実忍耐、これ一歳分の一歳、それからその生じ古来、これ真実忍耐って言葉もあるけど、これ生じは自己の多い命で、これをまた私道元禅師は人一歳自己とも言う、そういうことね。それから今続いてね、岸本さんの質問の中に、私が1っていうのは1分の1、2分の2、いわゆる全体分1歳分の1歳っていう話したけど、そこにマイナス1っていう話が出てないっていう、あれマイナス1の話してくれっていうことですが、このマイナスの1っていうのね、もしあれだとしたら、この頭手放しして、私が頭手放しした時、それがマイナス1に見えるんじゃないですかね。結局ね、例えばそのいろんな罪を犯してきた人、さっき言ったように、例えば、死刑に宣告されるようなってね、そういう罪を犯してきた人も頭手放して、俺は悪かった、本当の自己の真実にっていうね、そういう方向に向かった時、それでもって今までマイナスアルファばっかりつけてきたとかね、今まで犯してきたあれは罪はマイナスアルファだとする、これに対してね、このああ悪かったってマイナス1かけると、こうするとこれはプラスアルファとか、こういう道理があるね。でこれ宗教っていう世界はそういうもんだ。これそのシャバでもってうんと苦労してきてる人が来てきて、してきて初めてまた宗教の世界にスコッとか入る。それのまあ早い話が、例えば小さい時からね、尼さんで来たっていう、それで言うような人はね、これは罪もあんまり犯していない限り、代わりにだ、しかしながらマイナス1かけてもマイナスアルファが少ないからね、プラスアルファも少ない。あそこの安住さん、この弟子が、二層の弟子が恋をした、へ、恋なんて妙なことを わしは知らんわって、ね、それじゃあ人のサイドはできない。やっぱりその百戦錬磨って、私みたいなやつはこの弟子たちの恋だ結婚だっていうの話もちゃんとできるもの、ベンチコーチがそれはまあ 3年ぐらい凍結しておけってそういうようなね、そのベンチコーチができるっていうところ、これやっぱり罪がマイナスアルファが大きいからね、そうするとマイナスアルファにマイナス1をかけるとプラスアルファ、それじゃマイナスアルファうんと稼ごうって、そんなことはいけないそういう不自然なことをしたい。これそうじゃなくって、どうしても人間の業としてマイナスアルファつけてくるというんで、初めてマイナス1かけるとプラスアルファになるからね。でまあ岸本さんのあれはそれで終わったとして、それから今度楠本さんのね、ちょっともう時間が3時になりますが、もうちょっともうちょっと時間かかるかな、もうちょっとかかりますがね、続いてありますが、便所行かれる方は便所行ってください。
本さんいられますか。天地いっぱいの生命とは人一切生命ということであり、私という思い固めの中にとは一切分の一でありながら一切分の一切でもある自己を指しているのですか。そして人一切生命は不生不死である。人一切自己は生じしながらの不生不死ということは、別の言葉で言えば人一切生命とは人間生命の中の心識のない宇宙生命、いわゆる大我であり心識を持つ人間生命、自己はいわゆる生我であり、その生我は死ぬが、その根源の大我宇宙的生命は不死ということなのでしょうかという話ですかね。これいわゆる人間その宇宙生命というのは心識のない宇宙生命って言われてるけど、そうじゃない、その宇宙生命という感じで心識ぐるみです。それから心識を持つ人間生命って書いてあるけれど、心識の中の自分ですね、心識でこう掴んだ中の自分なんです。でこのね、心識の中で掴み込んだ自分というものをね、要するに思い出を持った自分というものはね、どうせ分別するんだ、生があり死がある、生死分別はそこにある。しかし心識ぐるみの生命というと、これは不生不滅だ。でも心識ぐるみなんだからね、不生 不滅のところに生です。で不生の生、不死の死ってことだね。つまり自己心識生命というのは全く分けちゃならないんです。で楠本さんがそので、私なりに図を図解してみましたってこう書かれているのを見てあれしてますが、ここでね、だから今言った、心識と、それからこの図では心識と宇宙生命というのを分けちゃって、そこがいけない。本当の宇宙生命って言った限り心識ぐるみだからね。そして結局ね、こういう図ならこう愛したらどうかと思うんですね。例えばこの水、この中に水いっぱい入れて、例えばまあ陰気落としたらこうすぐ溶けちゃうだろうが、まあ牛乳でもまあ落として、あんまりそうすぐ溶けないとしたんですよ。そしてこう入れて、もういっぱい入れて、そしてこう振ってみたとする。そうするとこの中でこのまあ陰気管なんかがこうムラムラができたとするんですよ。例えばこの中にいっぱい水を入れて、これ天地いっぱい、天地いっぱいとするね。それでこれ何か入れて、そしてこうね振ってみたら、ここにこれいっぱいでいながら、その中になんか波ができた。これが不生の生、不生の生、不滅の滅だ。結局ね、ところがもしこのガラス瓶にね、こっちから光を